んにちは、洋梨です。今回は7月に購入した iHerb の購入品をご紹介しようと思います。 iHerb7 月は日替わりセールをしたり、いろいろお得な買い時があったんですけど、一番割引率の大きい 25% オフを狙って買いました。ちょっと品数少ないのでささっと見ていただけるかなと思います。それでは早速行ってみよう。購入しているのからささっと紹介します。はい、こちら、これはいつも買っているパラダイスハーブスのオラックエナジーグリーンズです。もういくつ買ったかわからないぐらい買っております。毎日毎朝飲んでいるので切れるのも早いです。もう一つ大容量のやつもあるんですけど、普通に買うと1万5000円ぐらいして、もうそれ一つしか買えないみたいな感じになるので、いつもこのサイズ買ってます。これ364g です。こちら久しぶりにレビューを見ると、顔面発光青汁と呼ばれてると書かれてました。そうなんですね前からかな、どうなんだろう。ちょっと初耳なんですけど、レーシーやアシュワガンダと冬虫夏草などのハーブや漢方、その他数えきれないほどの野菜やフルーツが入っているから買うの使っちゃうんですかねちょっと10年以上飲んでるので効果は分かんないです。光ってないかな、どうなんだろう。まあ、飲んでなかったらもっとくすんでたのかもしれない。こちらおすすめです。サプリメントだけ動画撮れてなかったので別撮りでお送りします。もうささっといきます。いつものやつなので、20th century のビタミン A3000mcg とコラレーの B コンプレックス50、ベジカプセル100粒と、あとドクターズベストの高吸収マグネシウム120粒です。これは毎日飲んでいるやつです。以上です。次からは栄養補助食品的なものとお菓子いきます。これがジョビアルのオーガニック一粒小麦クッキークリスピーココアというのを買いました。これ買ったことあるようなないような、ちょっと忘れちゃったんですけど、ジョビアルのお菓子買ったかな。古代の一粒小麦アインコーンっていうのを作って作られたクッキーとのことです。アインコーンは品種改良を全くされてない小麦、原種の小麦とのことで、低グルテンでアレルギー反応が出にくく、あと消化もしやすいとのことなんです。こちらはヴィーガンで USDA 認定オーガニックフェアトレード認定と QAI 認定オーガニックの商品となっております。味は甘さ控えめで美味しいとのことなんですけど、難点はこれですね、個包装じゃないということですもう大雑把にダンと入ってます。これだいぶ下の方砕けておりますバラバラですね。ちょっと1個食べてみましょう。結構大きいんですよね。ちょっとなんだろう、ワッフルみたいな模様が入ってます。食べるのはこのちっちゃいかけらにしますいただきます。美味しいですね。普通のクッキーと変わりないですね。甘さ確かに控えめで、すごく素朴で純粋な味がします。食感はザクザクです。多分しけるまではザクザクこの大袋だからしける確率高いんですけど、食べ応えはすごくあります。美味しいです。開けたら冷蔵庫で保管するのがいいかなと思います。こちら価格がセールで559円で買いました。結構量も入ってたのでいいんじゃないかなと思います。これ他にもチェッカーボードっていう種類のクッキーがあるんです。格子模様になった、そっちも美味しそうかなと思います。これちょっとしたおやつにいいですね。おすすめできます。次がこちらです。これがドクターマーレーのスーパーフード3種類の種子、かぼちゃ、甘、ひまわりの植物性プロテインパウダープレーンというのを買いました。ドクターマーレーというメーカー買うのも初めてかなと思います。今回私はプレーン味で購入したんですけど、他にバニラ味とチョコレート味もありました。とりあえず基本プレーンに行ってみようかなと思って今回はこちらにしました。こちらレビュー見るとすごく高評価なんですよね。ちょっと読むと、かぼちゃの種はタンパク質やミネラル類、ビタミン類、ポリフェノールなど豊富な栄養成分を含んでいる、健康にいいとされています。特にオメガ脂肪酸が豊富で心身の健康に不可欠な成分を含んでいることがいいです。クオリティも満足です。ただいつも材料切れになってますと書いてます。過熱性腸症候群でなかなか飲めるプロテインがなく困っていましたが、こちらはお腹を刺激する成分が入ってなく鉄分も取れるので気に入っています。私はアーモンドミルクに溶いてメープルシロップを少し入れて、ほんのり甘みをつけて飲むのが好きです。ママ美味しいっぽいんですよね。見た目も味もきな粉に近いと書かれてましたね。開けてみましょうか。中はこんな感じで、なんか草っぽい匂いがします。きな粉っぽい匂いはしないですね。ちゃんとスプーンも入っておりました。なんか正直に言うと園芸用品店に行った時の匂い肥料の匂いみたいなのがします。なんかいまいち美味しくなさそうな匂いなんですけど大丈夫かな。今回はアーモンドミルクと水を混ぜたものにこの粉混ぜて飲んでみようと思います。
付属のスプーン2杯が標準量の量なんですけど、結構ザラザラ感が強くなるとのことなので、レビューでは1杯入れるのをおすすめしていました。とりあえず1杯入れました。でこれはなんか何回振っても残る感じがしますね。ザラザラいけるかな。ちょっと時間を置くと飲めるタイプかな。まあ飲んでみます。確かにきな粉っぽいです。甘さ皆無なんですよね。なのでやっぱりメープルシロップとかを入れて飲むのがいいかなと思います。塩気を感じますね。まずくはないけど、大昔飲んだダイエットジュース粉末みたいな味がします。なんていうやつだったか忘れちゃったけど、すごく有名なやつです。まあまずくはないです。多分フルーツとか甘味料入れて飲むと全然美味しいと思います。茎はちょっと甘いかなっていう感じ。口の中に粉っぽさが残る感じがします。もうちょっとしたら溶けるのかな。でも味は全然止める美味しさです。こちらすごく価格が買いやすくて、私は1035円で買いました。 453g 入ってるので量すごくたっぷりあります。いつも飲んでる青汁に混ぜて飲んでもいいし、これ単体で飲んでもいいかなと思います。なんかこう種子が入ってるっぽい感じはしないんですけど、入ってるんでしょうね。こちらにプロテイン 18g、シュガーゼロ、120カロリーというふうに書いております。あとソイフリーとかいろいろ書いてます。これいいんじゃないでしょうか。飲んでいきたいと思います。最後がこちらの RX シュガーというメーカーのスウェルシースナック、スナックバーチョコレートというのを買いました。こちらレビュー件数が65件しかなくて、すごくドキドキしながら買いました。砂糖不使用、あと賞味炭水化物ゼロ、血糖ゼロ、ケトニン低製品、グルテンフリー、ビーガン、ハラール、公社となっております。このスナックバーは糖尿病の方に向けた製品とのことで、糖アルコールと加糖分不使用、甘みにはアルロースが使われているとのことです。アルロースは結構甘味料の中でもいいんですよね。自然界にわずかに存在する50種類の希少糖の一つで、白砂糖に似た甘さを持つ低カロリーの自然由来の甘味料と調べたら書かれておりました。賞味炭水化物ゼロってすごくないですか。これがあれですね、サンドウィッチマンが言う本当のカロリーゼロっていうやつですよね。ちょっと食べてみましょうか。あ、可愛らしいサイズのこういう感じのものが8本入っております。こちら冷やして食べるのがおすすめって皆さんレビューで書かれてたんですよね。数少ないレビューなんですけど、なんで気持ち冷やしました。ちょっと冷やす時間がなくてちょっとだけ冷やしたんですけど、もう常温かもしれない。こんな感じのものが入っております。ちょっといただきます。味は甘いですね。でもすっきりした甘さです。食感はすごくチューイーです。ヌガーっていう感じの食感がします。結構噛まないと飲み込めないタイプの感じいつまでもにちゃにちゃ噛まないといけないかなっていう、まあ、最後はこう溶けていくんですけど、砂糖不使用とはちょっと思えないぐらいは甘いです。冷やして食べるのがおすすめとのことだったんですけど、間違いなくそうだと思います。冷やして食べた方が絶対美味しいなってさすがですね皆さん。これダイエット中に甘いものが食べたいよっていう、我慢できないって方にはすごくおすすめですね。1本食べたら満足できると思います。喉にくる甘さっていうレビューもあったんですけど、そこまでではないですね。なんか後味はすっきりしてます。もっと甘いのかなと思ってたんですけど、全然そんなことはなかったですね。こちらが8本入りで1259円なので、1本157円、まあ、買いやすいお値段ですね。まあ、ちょっとちっちゃめなんですよね。プロテインバーと思うと、まあ、ちっちゃいかなと思うんですけど、そこまで量いらないよっていう方にはいいかなと思います。1本食べたら満足できるので、これちょっと気になる方はお試ししてみてください。美味しかったです。以上が今回のアイハーブ購入品紹介でした。ちょっと円安の影響でなかなか思い切った買い物ができないんですけど、気になったものはこれからも買っていこうと思っているので、またぜひ見に来てください。この動画が参考になったという方はいいねボタン、またチャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。